いらっしゃいませ。ビーンズバーへようこそ。本日も開店しましたビーンズバー。このバーは金曜の夜8時30分にオープン。おばちゃんのおばちゃんによるおばちゃんのための30分くらい、今日も張り切ってお届けします。キャサリンママの今日の一言。戦意を絶つな。勝利は目前だぞ。俺たちはただ耐えしのげばいい。耐えしのげば俺たちの勝ちだ。ということで、こちらキングダム、はい、第4巻、ええ、の中から第37話の途中のですね、はい、王宮に攻め寄った時に圧倒的な戦力の差があって、うんうん、負けそうになるんですけれども、うん、この誰でしたっけ、王が言った言葉かね。そうですね。あ、そっかそっか、吉沢くんが言った言葉ね。吉沢くん、はい、あけめんのね映画ではね、映画ではね、うんうん、セイガ、うん、そうか、セイセイガ、エイセイガ、負けそうになる戦士たちを鼓舞するので言った言葉なんですね。ほとんど負けに近かったんだけど、相手がもうとにかく数が多いから、うんうん、だけどそのこの言ってるところで途中に神たちが、うん、山崎賢人ね、神たちが別のルートでその王宮のその本丸の本殿のところに、うんうん、行って弟をね、うんうん、弟の本郷奏太君ね、そいつをねそう、やっつけるから、うん、それまで耐えしのげって言ってるところなんだけど、だから それだけ神たちを信じてるっていうことなんだけど、だからほら今コロナの件で私たちもいろいろ耐え忍べねばならないことがいっぱいあるじゃないですか、うん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 、このクソ暑いのにこのマスクやらずっと外しとったりとかねなんかさ、うん、何っていうところもいっぱいあるんだけど、うん、耐え忍げば勝利は目前だって思える心みたいな人がね、うんうんうん、どっかで働いてくれてないとねって思うんだけどどうなんですかね。そう ねだから私たちはこんだけ耐え忍んでるんだから、うん、なんかこう、うん、別動隊がさ、なんかワクチンを、うん、開発するとか、その冬にかけて、うん、新しいこう病床をいっぱいこう増設するとか、うん、なんか策を打っているのかと、うんうん、いうことをね問いたいという今日は絶叫系の絶叫系で、キャサリンママの今日の一言でした、うん、はい、キングダム第2が、はい、あ、そうですね、制作決まったみたいで、映画が本当に制作決まりました。楽しみですね、ということで皆さんこんばんは。今日も元気なおばちゃんスタッフが集まっております。本日のスタッフはキャサリンママとベシベチママとピチピチのオクラとバーテンダーのキムチですピチピチが参加して、今日はねピチピチがやってきましたので、やっと間に合いました。滑り込みセーフ、ね、になりましたけれどもさあさあ、さっきもね言ってるようにまだまだ我慢をしなくちゃいけないことも多いんですけど、うんうんうん、ちょっとね、やっぱり緩和したところで人数がどっと増えてきたりしているようなところもありますが、うんうん、まあ、第2波が来るのか来ないのか、ねえ、まあ、このまま収まることは絶対ないと思うので、ないですね、うん、まあ、さっきね、うん、ママが言ったみたいに、うん、耐え忍ぶ時が
ちょっとまだ続くと思う。そうですよね、うん、ちょっと耐えしのげばいいって言われてもね、うん、耐えしのげない人もいっぱいいるか。それをこう頑張っ、もうちょっと耐えれば明るい兆しがあるぞ、うん、こんなことやってるぞって言ってくれれば、うん、そうなんですよ、うん、別動体がこういう動きをしているぞってね、うんうん、それ必要言ってくれれば、ね、もう死にかけてた兵士がバタバタ生き返りましたからね。そうですね、あの時もね。やっぱ人間ってさ、そんなもんなんですよね、うん、気力のがやっぱとても必要だから、うん、なんかこう光がないとね、うんうん、こう耐え忍んでいる、うん、あの暗い中でも何か遠くにでもいいから一粒の光でもあれば、うん、なんか希望が持てるというか、うん、耐え忍べるけど ね、うん、ね、まあ日々ねいろんなことであの光を少しずつ見つけながらやりたいところに、まあ、いろいろ怒りを爆発させるようなあのこともね起きて、先週はあのすごい回になってしまいましたが、もう R18 ぐらいの指定の回だったんじゃないかというふうに思いますけど、まあ違う話ですけど、先日またあの新聞見ておりまして、我々のライバルを見つけて、うん、おばあちゃんラジオ、だいたい80代ぐらいなんですよ、うんうん、で、北九州の若松区のコミュニティ FM で、おばちゃんがお話をされてるようで、まあ、それがあの認知症を患っていらっしゃるんだけど、うんうん、なんとなくねあのいろんなオーディションみたいのがあったらしい。やっぱ選抜で、そうそう、おで何人かずつこうずっと行ってもらって、うんうんうん、いろんなお話をその番組の中でさせていただいて、うんうん、その中でも元気な3人が呼ばれたみたいな。やっぱ3人なんですね。っていうね、あの記事が載ってて、うん、でそこにそのおばちゃんたちの長い人生から紡がれる会話がほのぼのとしんみりとリスナーの心にすっと染み込むラジオらしいですって書いてあって、うちらガチャ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 ラジオとは全く正反対の番組みたいですよね。なるほど、うん、まあちゃんとね、あの進行の方がいらっしゃって、この時どうだったみたいな話を、おばあちゃんたちだけじゃないんですね、うん、そう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 、もちろんもちろん、うんうん、そしたらその昔は古言やったろうっていうような話とかを、まあ同じ話を何回もされるんだけど、うん、まあ、そこもご愛嬌で、うんうん、みんなしっとり聞いてるらしいっていうのです。まだまだなんかだいぶ前に、うん、天草だったかな、うん、そこら辺の地方 の、 あのケーブルテレビで、うんうん、やっぱりおばあちゃんたちばっかりの番組があって、うんうん、なんか畑に行って焦げな大根が取れたらしいとかいうのこう、ロケも行ってるっていう番組があったので、チラッと見たこと。それをラジオでってこと？いやいや、ケーブルテレビ、テレビテレビ、あ、じゃあ映像で見れるんですね、うん、映像ですよ。なんかケーブルステーションのなんかほら地方のニュースみたいのがあるじゃないですか、 あんな感じの、本当に短い時間だけど、うん、も番組持ってて、うん、そういうニュースを見たことがあるけどな、うん、もうだいぶ前ですけどね。元気なね、うん、これもやっぱおばちゃんよね、うんうん、ビーンズバーは違います。まだその域には達してないので、まだまだひよっこかなと思いますね。だから、うん、まだそこまではいかないで、私たちはっちゃけてていいのかなっていうふうな感じはね、うん、そうそう思いますけど、怒ってね、すごいなと思って、やっぱりねそういうところで、でもやっぱおじちゃんじゃないんだなと思って、うんうん、男の人やっぱりおしゃべり苦手かね。どんだけ返し読んですか。だからおじちゃん、うん、
おじいちゃんってさ、なんかおじいちゃんバンドとかない？ね、おじさんのねバンドありますよ。おじさんバンド結構今いますよ、ね、多いじゃないですか、うんうんうん、かっこいいなと思うけどね。楽器系か。うんうんうん、そうよね。若い頃もさ、うん、チラッとやってたり、ギターしたりする人ってやっぱり、うん、男性だもんね、考えたらね、うんうん、ピアノは女の子は習い事でするかもしれんけど、うん、ああいうバンドみたいなのはやっぱ男の人が多いよね。そうね、バンドマン、そうですね、バンドマンに憧れたとかいう話なかったっけ？ほんと、めしめちママのバンド、それね話したら5回ぐらいかかっちゃうちょっとね、長くなる。私バンドやってたので、ボーカルやってたんですよ、若い時、で、実はその歌手になりたくて東京に行って、でもその歌手になりたいっていう、うん、いう夢と、うん、あとそのなんか社長の秘書になりたいっていう夢と2つあって、ちょっと どっちにしようっていうのがもう決められずに、うん、芸能人の愛人になりたいっていう夢、ちゃんとした会社の仕事のね、社長の秘書になりたくて、でもどっちかに なれればいいと思って、どっちつかずの仕事をしてたんですよ。昼間が会社に、その貿易会社に行って、はいはい、海外部に勤めてて、ほんほん、夕方から歌を歌いに行ってバンドで入ってて、でものすごい疲れ果てて、もう夜も寝れ、あ、長くなりますね導入部分、うん、でもすごい疲れてて、うん、でどっちかに決められないんですよ、うんうん、でもバンドのギターの子好きになって、あ、でギターの子、え、それはチーママが好きなの？チーママ。でもその人にちょっとこうなんか姿勢を、うんうん、熱い姿勢を送ってたら、向こうも気がついて、向こうも、うん、え、付き合おうってなって、すごい、うんうん、で1年付き合ったんですけど、うん、その子は CD、あの頃は CD じゃない、アルバム、あ、レコード、レコード版、うんうん、で男性のバンドもやってて、うん、こっちのバンドもやってて、その男性のバンドで、うん、出すことになったんです、 LP を。すごい、じゃあデビューするんや。で、うん、まさに芸能人の、忙しくなってしまって、うん、でもうちょっと忙しいとか言い出して全然会ってくれなくなったんです、うん、で、あ、もうこりゃ今からメジャーになるんだったら、もう女が一人とかいたらあれだろうなと思って、私はもうちょっともう自分で身を引こうと思って、そしてその全部仕事を辞めてアメリカにホームステイに行くんですよ。え、そこで？そこでホームステイ行くの。もう全然、もうここちょっと東京離れようと思って、そしてもう一旦別れました。でも別れたまんまです別れたまんま、そのまま別れて、で私はもう未練がすごくあったけど、もうここ東京にはいられないと思って、うん、ホームステイから帰ってきて、うん、もう貯金も使い果たしました、うん、自分がめっちゃ貯めてた貯金、うん、で、もうこっち帰ってこようと思って、うん、こっちに帰ってきたんですよ、うん、で熊本に帰ってもあんまり仕事がないじゃないですかだから福岡だったらお友達がいたりいいとこがいたりしたので、うん、とりあえず、うん、福岡で仕事探して、それからずっと福岡にいるんですけど、で その人はメジャーになったんですか？メジャーになったの？ね、CD は出したけど、うん、あんまり売れなくてその1枚だけで終わったの。あ、やっぱ難しいですよね。そして別の人と結婚したんですよね。あ、そこまでは知っとんですね。あ、全然、うん、知ってるし、こっち来てからも、うん、お手紙の交換ぐらいはしてたんですが、それはなぜ交換してたかって言ったら、うん、私が10万円貸してたんですその返却に対しての、私は別れたし10万円返せよと思って、うんうん、忘れたふりとんでもないと思いながら、うんうん、血の滲むようなあれで、ね、その1回分の1ヶ月のお給料歌ってた時の、うんうん、で返してくださいみたいな感じに言ったら返してきました、うん、ちゃんと。でもうすいませんみたいに、うんうん、なんかいい思い出だったし、こんな借りてて自分は申し訳なかったと思ってる、うんうん、まあ、性格は良かったんですよね。
それなんか淡い青春の思い出すいません長くなりました。10分ぐらい使ってしまいました。どうぞ今日のテーマは何でしたっけ。アイスクリームとかき氷。アイスクリームとかき氷がなんでバンドマンのバンドマンの話になったんですか、うん、なんでなんでなんでバンドマンの話になったの。アイスクリーム お父さんそう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 おじさんバンド、おじさんバンド、うんうん、今日は男の話をしないに私はマイクを持たないよ。実は私マイクを渡すからキムチがそこからがおかしくなったんでしょ。はい、じゃあマイクお返しします。やっぱただものじゃなかった、ね、そういう風なつながりがあってあの留学されたんですね。そうで、うん、留学の話は聞いてたけど、うん、なんで行ったかは知らなかった。私も学生の時に行ったんだろうなって自分思ってたんですけど、うん、実はやったんですね。でもさ、私たちの若い時代って、うん、お店で、うん、そんな風に演奏する、うんうん、男の人たち結構いたんです。あの例えばね、うん、あの飲み屋さんに行くじゃない、うん、昔はパブって言ってたのかな、うん、ただそこに、うんうん、あのギターとかそれ流しじゃなくて流しじゃない流しじゃなくて若い人若い男の子、うん、そう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 お店に、うん、お店に入るの、うん、うん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 、なんか音楽を聴きながら、うんうん、まあ、お酒も楽しめるし、みたいなところがあって、まあ、その人たちのファンがなんかできて、はいはいはい、そこのお店にみんな来るじゃない、うんうんうん、だからもう一石二鳥じゃない、うんうんうん、それはお店でオーディションを受けるんですか。うーん、そう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 、うん、受けたり、要するにセミプロみたいな生活のためにそういうところに、あの、あんまり良くないけどキャバレーとかに入って歌います、うんうんうん、でおじさんおばさんからリクエストもらってそういう歌を歌います、うんうん、だから自分がやりたい音楽はそうじゃないでしょ、ロックがやりたかったり、うんうんうん、フュージョンやりたかったりするので、うんうん、そっちで練習してそっちでオーディションを受ける、うん、でもそっちはなかなかうまくいかないんですよ。本当にもうわずかな人しかプロになれないから、うん、みんな、うんうん、あのどん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 あの、ね、もう去っていってし、はいはいはい、辞めてしまう、うんうん、まあ、その辞めた一人私で九州に帰った、うん、なんかもうめっちゃかっこよく見えるんですけどなんか、うん、このちょっと今写真撮ろうかね。めっちゃかっこよく見えるけどなんかスターに見えてきたね、うん、本当に、うん、なんかこう斜めになってさ、めっちゃかっこいい。なんだね、うん、歌ってみて歌ってみて、ね、すごいそんな感じ。本当にあの昔はそん、うんうん、なんかいつ頃ぐらいからなくなったかな。なんかうでも今も要はあれ、あれでしょ、うん、ライブ会場でしょ、店飲み物付きのね、今で言ったらでもいろんな店にあったもんね。あったわ。じゃあもう歌とそのさ音楽とお店とかその飲み物とかがもうすごい近かったんですよね。そうね、うんうんうん、でスタッフに入ってる男の子が、うんうん、演奏をしだしたりとか、うん、そういうのもあった。だからわあ、なんかその頃ね、うん、自分が好きだったのコピーとかしてくれる人がいたら、うんうんうん、聞きに行ったりとかしてた。いいね、うん、今だからね、だってそんなのあんまり全然な、あ、うん、だからライブハウスとか言ったらもうほら、うんうん、それがその人たちの歌を聴きに行くのが目的じゃんっていう感じですもんね、うんうんうん、だからね、なんかでもだから東京の方でほら今クラスターで問題な、うん、東京大阪で問題になってるライブハウスはその系じゃない、うんうん、なんかいろんな人がこう、うん、日替わりとか1週間交代とかで入るような感じなんじゃないかな、うん、なんかあのいやいや、それじゃなくて、そういうのもある、うんうんうん、そういうところもやっぱある。そういうのはそういうのでまた、うん、まあ、ロック系はそのね、立ってワーワーだけど、うん、そのジャズだとか、うん、ちょっとしたやつを聞かせるのは、うん、いや私も知らないけど、まあ、ニュースで見てるとそんな感じ、ブルーノートみたいな感じ、ね、うんうん、でもそんなの高級じゃないの。なんか身近に感じれるのがいい。私たちが飲みに行けるようなところだから、うんうんうん、若いのにね、ね、いい、うんうん、そういう
だってもうねプロですもんね。プロでちゃんとあの、うん、ほらプロじゃないまだ、うんうん、まああの昭和とかね博多にはね、はいはいはい、福岡には、うん、天神にはあったけど、うんうんうん、まあ そこもさなんか登竜門的になってたから昭和の舞台に立つっていうのはすごい、うん、あのステータスがあったわけだけど、大変みたいね、うん、いろいろお店の中で歌っててやっぱこういい、ね、スカート今、ね、福岡なくなってるよね。なくなった、じゃあそういうお店があったらいいのね、身近にね、うんだからまあ、みんな路上で歌ってる？そう、あ、そうか、路上か。そっち側に行ってるよね。うん、今路上だね。うん、でも路上も今だってね規制かかったりとかねしてるから歌えないじゃないですか。まあね、いやいい時代だったけどね。なんかこう懐かしいね。なんかそういう芸術とかが近い感じがしますよね、昔って。そうそう身近に、そうそうそう、生活の中に、それが生なのよ。ね、いい。今は皆さん YouTube なんだけど、うん、生ですもんね。うん、それを。さあ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 。いいな。あ、なんか楽しそう。ね。ね楽しそう。なんかいい笑顔。あ、うん、そうなんですよ。だからまあ、うん、そういう風にね、うん、まあアイスクリームとあのかき氷どっちが好きかはまあどうでもいいんですけど一応答えだけ言いましょう。答え、うん、私はあのかき氷はキーンとくるのでもう食べない時もある。あのあれは食べるよ、あのほらええがないでしょ、お店で食べたりしないで、うんうん、何あのアイスの白くまくん、うん、あ、はいはい、あ、はい、あれと、ね、なんかいちごフロートとか、うんうん、なんかそんなのは食べるけど、うん、もう本当に暑い時じゃないと氷って食べない。あ、うん、よくほらこんななんか大きな氷、大きいのサラサラのね、うんうん、いやでもあの氷って、うん、キンと来ないんですってね。そうなの、キンと来るよあの高級な氷、高級なのはですね、なるほど、食べたことがない高級そうふわってしてる、うん、だからいくらでも食べられるんだって。へえ、それ水の水がいいっていうこと、削りの削りか、泡みたいに削るってことでしょ、うん、へえ、だけど泡みたいな感じなんだって。はあ、だけどこんなに食べれんしとか思うじゃない。なんかでもね、うん、今頃のアイスかき氷なんたらフラッペとかいうやつ、うん、800円とかさ、うん、すごい高いじゃないですか、うん、もうたかが氷でこんなに出せないと思ってしまうからまず食べませんけど200円とか300円、そうそう、ね、昔はな、うん、なんかもう一番安いほらやつは150円とかさ200円くらいよね、とてもそんな高い。私必ずねお腹壊すあれでっかいの無理し、もう普段頼まないけど、うんうん、みんながかき氷食べようよっていう会に行った時に無理やり食べたり必ずお腹痛くなるけど、みんなよくあのでっかいの無事よね、お腹ね大丈夫、みんな無事あれ食べれる、だ かき氷食べようよっていう会に行ったことがないからどんな会やかあ、でも最近でもローソンだったかな、うん、なんか下にかき氷みたいなのがあって、うん、アイスクリームがあって、うんうん、上にマンゴーとか、あー、マンゴーとストロベリーとピーチがあったかな、なんかこうキューブになった、うん、フルーツのやつがわーっと乗ってるやつね、300いくらしたんだけど、うん、あれは結構美味しかったです。で、レジに持ってったらレジの方が少しチンしてくれるんですよ、ちょっと溶かして、でこう冷凍の中に入ってるのね。 あれはなんていう名前だったかな、まあローソンに行ったらすぐ分かると思います。むっちゃ暑い時にいいね、うん、外でこう食べる、あれ美味しかった、うん、ローソン近いけどね、ね、今コンビニさんがいろいろ頑張ってるからね、なんかコンビニそれぞれの独自の面白い、うん、すごく美味しい商品がありますよね、うんうん、スイーツもねいろんなのがあるしね、うん、充実してますよね、本当、うん、
僕らは若いから食べるんじゃない、かき氷。私は食べますよ。ガスンガスン食べですわ。だってちゃんとあの家にあの自動のビーンってするのが、うん、あるある、はい、昔あったかき氷機、はい、手動はやっぱりガリガリなるから、うん、あの電動のがあるんですよ、ウィーンってでもそんなにふわふわじゃないですよ。でも普通 の, かあの氷でできるから、うんうん、食べてます。そうよ、そうそう、そう、うん、ちっちゃい頃あの、うん、家にあったね、ガシガシするなんかクマちゃんとかね、あのカリカリのね、必ずあった、うん、丸く氷を固めてね、ぐる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 で、うん、シロップと練乳をいっぱいかけてた、ね、そうそうそう、うん、そういえばちっちゃい頃は食べとった、うん、子どもの頃はやっぱり食べてましたね、ね、うん、大人になるとだんだんね、うん、食べてないみたいな。ソフトクリームがなんかどっか行くとすぐに食べたくなるね、うん、なんかご当地ソフトみたいのが、うんうん、そうあ、そうそうそう、あ、油山牧場とかね、うん、うわソフトクリームも最近食べてないな。そう、うんうんうん、私よくあのちょっと暑いなと思ったらミニストップに行って、あ、本当ね、ミニストップいいね、うん、カップ、うん、カップで、うんうん、ソフトだけ食べます。あのコーンとかあんまいらない。ミニストップってほら季節ごとにいろんなのが出るじゃん。今ね、なんか今のは ねタピオカプリンなんですよ。あー、そうなんや、タピオカ、タピオカとプリンが一緒になっとけん、これはいい、いらんなと、うん、なんか宣伝してるね、うん、おへで、そうかと思って入ったら、うん、メロンソフトがあって、あ、うん、だからメロンソフト食べました。あ、何日か前も食べてるんだみんな。で、あの家の冷蔵庫にはアイスまんじゅうがあります。あ、アイスまんじゅうね、まあ、あんこ好きだからね、どっちかっていうのね、うん、あ、あの歯にしみるけど、うん、だいぶ近く過敏になってきてます。なんかこのまま、そうそう、恐るしながら食べよう、恐る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 歯の痛みに耐えながらね、食べてる、ね、そうです。そっか、うん、みんなあのアイスは常備されてますか、この季節になったら結構、うんうんうん、うちはね、だいたい層がある。ああ、そう、美味しいですもんね、層のいろんな味のバリエーションで、うんうん、あ、王道ですね。ハーゲンダッツ食べたいなっていう時もね、たまにありますけどね、うん、食べたい、ね、でもあれは毎日食べれんからな、うん、あれいけん、うん、あれ贅沢品、そうで十分。そう、うちはパピコ派、パピコ、パピコで、ね、やっぱ 氷か、氷系か、パピコのポコンで、うん、はあ、そうね、子供がちっちゃい時、あのチューチューアイスを、チューチューアイスあったね、凍らして、チューチューボンボンでしょ、うんうんうん、ね、チューチューボンボン、うん、あれ凍らして、うん、ポキッとですね、ポキッとって食べさせてたな、はい、うん、そういうのね、やっぱちっちゃい頃の方があんなもうほんと冷たいっていうものを食べさせてた気はする、うん、ねえ、アイスじゃ今日はちょっとアイスな気分じゃないっていう喉乾くもんね、そうそうそう、アイスクリーム食べた後はね、うん、それもあるけど、まあまあ、そのそれはいいとして、今日はあの衝撃的なチーママのまたまたも衝撃的な絵でしたけどね。まあ、かき氷な話でしたね。そう、かき氷の話だった。かき氷の話だったね。まあ、いやいや、本当でも思い出した、なんかいっぱい忘れてることあるなって今思う。うん、すっかり忘れてた、私もそんなあのバンドの人と一緒になんか、うん、話してたりしてたなって、うん、そっちに行くんやね。そうよ、もうこの年になってきたら、いや、まだまだですよね、なんか生きとうよかなとかね、元気で生きとうしようかなとか思うよね。それは会いに行ってみないと、深いね、やっぱ。あいつ何してるか。
で、なんかあのちょっとあんまり時間がないけど、あの番組見てたらなんか微妙にね、みんな記憶が違ってるんだよね。ああそうそうそう、なんか塗り替えてるね、自分のいいように多分塗り替えてるんだと思って。ああそっか、うん、そうなんか好きって言われたって言ったらそんなこと言ってないとかね、相手が言ったりとか言うから、いやすごいなと思って。うん、そうそう、相手はそう思ってなかったとか、うん、ただの友達だったじゃんみたいな、ショックよねということで、今日はちょっとね、この後ちょっと3階が、4階がね、4階が待っているので何4階ってって感じですよね。本日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまだまだ梅雨があると思いますけれども、うん、皆さん元気でお過ごしください。来週もご来店お待ちしております。ありがとうございました。かわいい。